こんにちは、ロシアン佐藤です。思い出レシピのシリーズ始まりました。今日はですね、2人のレシピを紹介するんですけど、思い出レシピのシリーズはですね、皆さんの食にまつわる思い出をお聞きして、その思い出に出てきたご飯をね、実際にレシピ化して動画で紹介していこうという企画になっています。ストーリーの詰まったご飯ってうまいやん。ずっと思い出レシピ募集してます。詳しくは概要欄見ていただければなと思うんですが、いや味しか覚えてなくて、材料こんな感じだったと思うんだよなみたいなのでも全然構わないんです。皆さんの思い出の記憶をレシピとしてね、まとめてこの思い出レシピのノートいっぱいにしていきたいなと思います。そして今日はカエルさんのてんこ盛りで食べたいマッシュポテト、4キロチワワの母さんが大好きなお母さんのじゃがいものやつの2つのレシピをご紹介したいと思います。それではお料理をどうぞ。私の母は料理を作るのが大好きな人でした。クリスマスには鶏を丸焼き、お正月はおせち料理、誕生日にはリクエストしたものをたくさん作ってくれて、どれもこれも美味しくて、おかげさまで食べることが大好きな娘が出来上がりました。そんな母との思い出の料理がマッシュポテトです。新婚旅行で海外で食べた味を再現したかったのだったか、旅番組で見た海外のごちそうを再現したかったのだったか忘れてしまったんですけど、外で作ってみたと言っていたのですが、それが絶品なのです。小さな頃からこれが大好きで、誕生日の時は必ずてんこ盛り作ってもらっていました。大学生の時に母が突然亡くなってしまいましたが、今でもクリスマスや誕生日には必ずこのマッシュポテトを作ります。当時はまだ料理に興味がなく、手伝いもろくにしなかったので、母のレシピで覚えているものはありませんが、このマッシュポテトは小さい頃に一緒に作ってたくさん食べてきたので覚えてました。母が亡くなって8年、正直もう声も思い出せないのですが、これを作る時は母のことをたくさん思い出します。母さん、あなたの娘は食べることも料理も、そしてロシアンちゃんのように食べてる人の動画を見るのも大好きな人間になりましたよ。長くなっちゃってすみません。美味しいのでぜひぜひ食べてみてください。そのままでももちろん、パンにのせたり、ローストビーフ、チキン、ステーキと一緒に食べても最高です。子供の頃からずっと大好きなお母さん作晩御飯おかず、あのじゃがいものやつ食べたいで意思の疎通が図れるほど子供たちの大好きなおかずでした。現在長女36歳、次女33歳、三女31歳ですが、今も大好き。あの味が食べたくて家族のグループ LINE でレシピを聞いたら、妹も食べたくなってレシピを聞いたことがあるらしく、母より妹から先にレシピを教わりました。やっぱみんなこれ好きやなと再確認。確か3年前のお正月かなんかに帰省する際、母に何食べたいか聞かれて、あのじゃがいものやつとリクエスト。自分でも作ってたけど、やっぱりお母さんの作るじゃがいものやつが一番美味しいですね。今は私も結婚して旦那さんにも作りますが、お母さんのじゃがいものやつ食べたいとたまにリクエストが入ります。
ロシアンさんにも特盛りでもりもり食べてみてほしい。めちゃめちゃ美味しいので、本当。はい、できました。カエルさんのてんこ盛りで食べたいマッシュポテトと4キロチワワの母さんのお母さんのじゃがいものやつ、おいしそう。とってもいい香り。それでは早速いただきます。マッシュポテトの付け合わせにね、パンとかステーキとかローストビーフとかっていうことをねおっしゃっていたので、パンとステーキロービーがあります。こっちはご飯のお供なので、ご飯とりあえずちょっとでもマッシュポテトいってみる？真ん中いっちゃう。うわぁ、美味しそう。うん、熱い。美味しい。サワークリームがね、いい感じなんですよ。コクとまろやかさ出してくれてて最高。ただむちゃくちゃまだ熱かった。よし、じゃがいものやついこうかな。こっちが唐辛子なしバージョン。うん、試作もしたけど今日一番上手にできたかも。うん、ご飯に合う。カリカリホクホクじゃがいも、うん、最後にかけた調味料がめっちゃ染みてる。ピーマンは結構最後にさっと炒めるだけだからシャキ感が残ってて、それがまたいいんだよね。うん、日本人が好きな味。うん、おいしい。でこっちが大人用の唐辛子入りです。うん、結構ねたっぷりめに入れたんですけど、輪切り唐辛子。大人はご飯進むね。これ辛みが最高。うん、うん、おいしい。豚肉の旨味もしっかり出てるんだよね。調味料がちょっとだけさ、クツクツしてる時にキャラメリズみたいになってる場所があって、めちゃくちゃ美味しい。そこ分かりにくいかもしれないけど、ここ。うん、でこれはもういろんなものに今日は乗っけて食べちゃいます。おすすめのパンのせスタイル。うん、おいしい。うん、やばい、じゃがいもなんだけどな。いいね、めっちゃ合いますね。ね、ちょっと贅沢じゃない、真ん中から行くっていう。ローストビーフを乗せて、よし。うわ、おしゃれ。うん、最高。美味しい。すっごくお料理好きのお母さんだったっていうお話をさしてくださってたと思うんですよ、カエルさんは。ですっごくいろんな料理を食べてたと思うんです。うん、合います、ステーキとも。ステーキ焼きすぎたな。肉料理とか定番料理とかじゃなくて、このマッシュポテトっていうのがさ、すごくないですか。もう本当に大好きなんだなっていうのがなんかより伝わってくるというか。
うん、なかなかこんな食べ方しないけど美味しい。うーん、最高だね。このじゃがいものやつは調味料の比率が醤油3対砂糖2対酒1なんですよ。その比率であれば同じ味付けにはなるんですけど、濃さがね量によって変わってくるんですね。ユンケルチョアの母さんのアドバイスを参考にして今日のねレシピの分量にしたんですけど、もっと濃い方がいい人はもっと濃くできるし、優しい味がいい人はちょっと調味料の量控えるとか。じゃがいも焼くときは私中火で焼いてたんだけど、焦げたりするのが怖い人はもうちょっと弱めの火でやってもいいかなと思います。うん、いやマジでご飯がなくなる。今回豚肉細切れにしたんですけど、あっさりさせたい人はもも肉とかでもいいと思うし、こってりこってり脂っこいのがいいよって人はバラにしてもいいだろうし、ユンケルチュアワの母さんは豚こまのちょっと脂が少なめな部位でやるよっていう風におっしゃってて、全体がぎっちょりしすぎないようにっていうねお肉のセレクトだそうです。ちょっと大きかった。肉が大きいから欲張りすぎてはいけないね。うーん。オードブルのやつみたいな。うん、お芋さんをさ焼くときがちょっとコツがいって、フライパンにできるだけ重ならないように並べることと、フライパンに触れてる面がカリッとするまではあんまり返さない。ずっとかき混ぜ続けるとどん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 このお芋さんの表面が剥がれてきたり折れちゃったりするから、あまり触らない勇気みたいなのが大事。今日はじゃがいも特集だね。ほんとうん、そしてこれはね甘いパンなんですけど、甘いクロワッサン。うん。ロービーをのせよう。うん、もっと塩と胡椒を効かせてると甘いやつにもめちゃくちゃ合いそう。うん、うん、今日はレシピの2倍量でどっちも作ってるんですよ。気づいてた？いや、そのまま食べれる熱さになってきた。今回すっごく大きくてさ、トースターに入らなかったからオーブンでやったんだけど、レシピはね最後トースターでチーズに焼き目がつけば OK っていうレシピになってます。
流れでご飯こっちに食べちゃった。ステーキだけ食べるよりマッシュポテトと一緒の方が美味しい。最後完食しました。思い出全部ごちそうさまでした。はい、ということで今回の思い出レシピはじゃがいも尽くしでした。炭水化物、炭水化物を食べる思い出最高だね。最高だ。ぜひ皆さんの美味しい思い出の一つに加えてもらえたら嬉しいです。そして思い出レシピはまだまだあなたの思い出募集してます。レシピが分からなくても構いません。味の雰囲気、入っていた食材、その記憶から私がレシピを起こして皆さんの思い出を一緒に食べさせていただきたいなと思います。ぜひぜひ概要欄の応募フォームにあなたの思い出送ってください。それではまた次の思い出レシピでお会いしましょう。バイバーイ。採用された方にはスタッフからメールでご連絡ができます。メールのチェックもよろしくね。